皆さん、じゃあダナベリ2023年向け一級のショート版のガイダンスこちらをですね開始させていただきます、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですねあのー、一応ガイダンス一級ガイダンスのショート版ということになるんで、まあ時間としてはね15分から20分ぐらい、えー、頂戴いたしましてね今一級のね、えー、受験をご検討いただいてる皆さん方にね。 まあ、一つ私どもレックのね一級講座の概要等々おそれから一級資格ねこういったものについてのご案内というのをね、えー、少しさせていただいてまあやるかやらないかということも含めてね、えー、ご判断の一助になればということでまあ簡略版ショート版ということでね、えー、今日はお話をさせていただきます。であのー、まあ皆さんご承知の通りね今あご受験をご検討されてるう一級というのは二証簿一級というのは簿記検定試験でいうとこの最高峰。 になってまいりますんで、まあ一言で言ってしまうとここからは基本的にもうプロの領域とお考えいただいてね、えー、問題ないと思いますよ。まあ最近のねあの2級の試験というのは非常に難しい問題が出たりする時もありますからあそういう点からするとね、まあ、一般教養という領域をちょっと超えてるところも正直あるかなっていうふうには思うけどもただそうは言ってもねやっぱりあの長い長い えー、歴史がありますんで日商募金の2級までっていうのはいわゆる社会人ののの一般教養といいう位置づけのものが非常に多い、ね、だからまあ実際にね、えー、今でもまだ残ってる会社もさあると思うけどね一定役職以上、まあ、一定部署の一定役職以上になるためには日商募金っていうのは必須条件だとおそういった形でね、えー、昇進条件として日商募金2級っていうのを設定されてるような会社さんでも実際終わりになります、まあ、私もそういう会社のね方々、えー、に。 冒険、えー、でのね2級の講義をさせていただいた経験もありますからまあ全然畑違いのねあの研究畑の方だったんですけどやんないといけないとねえー、昇進できないとおいうところがあるんだよっていうふうに教えていただいてね、えー、っていうふうに思ったところもあるんですがまあそういう,う観点もあるんでねやっぱりあの今までの経緯もあるから日照簿記2級っていうのはやっぱりね2級というか2級までですね えー、いわゆる社会常識的なあところも正直ありますんでまあ,あ必ずしもね、えー、簡単に受かるものではないけども、まあ、2級までというのは必ずしもお会計屋さんそれから経理食等で食べていくための必須条件とまではまああえて言えないと言ったらあれですけどちょっとまあ説明があるかあえて言えないとつったらあれだけどまあ言い方があのプロではやっぱりないんだよね。 あのまあ、別に仕事としてそれをやってて資格がなくてもいいんですがあ一般的に資格試験という領域のことを考えた場合にですね、えー、やっぱり2級ぐらいは社会常識的に持っていくものだと思うし、まあ、逆に言うとやっぱり2級ぐらいはねあの受かっておかなければ僕は正直言ってすいううのは相当リスクだと思うんですよまあ日々の仕事っていうのは会社の中でね上司先輩の指示指導を受けながら仕事を覚えていくってことはある程度はできると思う。 ただからそれはやっぱある程度ですよ。でね上位職になればなるほどやっぱり基礎的訴業っていうのは絶対的に必要です。これはもう出来上がったインフラ、ね、社会システムなんでそういったものについての基礎的訴業を持ってないと仕事を通じて覚えるだけででやっぱり厳しいですよだからあいわゆる経理職、ね、経理屋さんとして、えー、ご自分の、ね、地位というものを確立していこうと考えた場合にはまあ人気をっるのはも最低条件というか。 ととかスタートラインに立つっってていう感じだと僕は思ってるねで別に2級だからダメだっつってんじゃないですよダメじゃなくてやっぱり経理職だったら最低限2級で最低限2級でしょっていうところが正直あって、まあ、そこからねさらに上というものを考えた場合にはやっぱり1級というのは一つ選択肢が上がってくると思いますよ。おでさっきも言った通りやっぱり1級から、ね、もうプロの領域なんです。 でプロの領域になりますからやっぱり一級ぐらいの専門知識を身につけておいていただくとお,お仕事やっていくにあたってもね非常に広範な視点で物事を見れるようになるだろうし、ねえー、当然のことながらベースがご理解いただいてるということは個々の企業さんないしは個々の業種、えー、こういった特性に当てはめながら臨機応変に対応することってやっぱできるでしょで変な話だけども一つの会社でね経理職仕事のやり方を覚えて、まあ、それが経理だと思われてね 何の学識,的学識的な知識もないまま例えば他の会社に転職なんかされると非常に苦労される方多いですよ。うちの会社はでっかい会社でね僕は大手にいてねこういうふうに長年仕事を習ってきた。ね、で中小企業はなんかにまあ転職されたと言った時にこれ中小企業だからダメなんだとか大体こういうことをおっしゃる人いるんですけどダメなのはね会社がダメなんじゃないんですねあの素養がないんです。えー、基礎的な素養が身についてないからそういうふうになる、えー、その会社のやり方が変わっただけで対応できなくなるこういう人いっぱいいます。 でいっぱいいるんで、まあ、別にそれがダメだということではなくてそこで気づいてねいろんなことを勉強してって成長すればいいと思うんだけども、あのー、やっぱりね最低限の基礎的知識っていうものをしっかり固めた上でその会社その会社のやり方を身につけていくのと根本的に土台の部分っていうのかなあ会計学に関する基本的な素養がないまんまその会社の純正のやり方として覚えてしまった場合って、まあ、立場が変わったりさらに言うと転職なんかで職員が変わったりした時にね対応できるかできないかって全然違うんですよ。 で純粋な意味で、まあ、やっぱり経理屋さんとしてね、えー、これからも身を立っていこう、ねえー、自分のね、えー、収入を得るための基礎にしとこうというふうに考えるんだったらばやっぱりあの最上位級としての1級というところは一つ考えといていただくと、まあ、これぐらいの資格をちゃんと取っておけばですねまう、あ、ほにプロの領域もちゃんと入っていただいている証だと思います。で、ね、証だと思いますんでそこで身につけたものを土台としながらねいろんな知識をさらに上乗せしていくことによって実際お仕事でも役立つような。 あ実際の知識の活用っていうのもできるようになってくるだろうしまあ更に申し上げればね私はあの日照物件での講義も担当はさせていただいてますけども、まあ、それ以外に税理試験のね会計科目を担当させていただいております。で1級ぐらい合格していただいた方々であれば、まあ、税理試験に関してもかなり合格って見えてきますよ、まあ、特に会計科目はね。で例年私のクラス税理士のクラスの方にもねあの1級一通り学習されて、まあ、合格されたり。 まあ合格自体してないけどギリギリでねちょっと残念な結果になったけどやっぱり時間があるからね時間がもったいないから先に税理士の方にやっちゃおう移行される方いらっしゃいますけどね例年やっぱり一級の受験者って非常に優秀で現実的に100%センてとは言わないけども一級合格とされてから税理士験の会計科目に入ってくる方ってねやっぱり短期で受かります一発で「ボギロン代表」っていう2科目ね取っ,っちゃうよ全然いらっしゃいます 全然いいらっしししゃるしもう決してレアケースでも何でももないでそれぐらいやっぱり一級ってのは専門性の高い知識を身につけるというところになってきますんでまあこのね、えー、勉強自体は決して楽なものではありませんが一級ぐらいの学習知識というものを身につけておいていただくといよいよね会計という分野で、えー、ご自分の身を立っていくということができるよう僕はなってくると思いますんでまあ資格が全てじゃないけどね一級取ったら何でもかんでもできるかっつったらそういうことではないし。 でそれは逆に言えば税理士だって公認会計士だと同じですから資格取ったら何でもできるんですかできませんよ女も。でそれは仕事に入ってやっぱり経験を積むないし仕事に入って必要な知識を自分で保管するそうすることによって当然のことながらあ実務能力っていうのは向上していくものですからあ受験勉強終わったから何でもかんでもできるなんてそんな世の中甘くないからねそれは何だってそうじゃない税理士会計士だけじゃなくてだってお医者さんだってそうでしょお医者さんだって座学でいろんなこと勉強したってじゃあ実地に患者さん見れますか見れないじゃない。 でやっぱり経験積んでいくことによって名医と呼ばれる方々になっていくわけですからそうですよねでそれは同じことなんですで同じことだけどもそういう方がなければ根本的に現場に入って身につけるものも身につかないですよ結局上っ面のやり方になっちゃうんでええー、いろんなことに臨機応変に対応できるようになるかできませんそれはそうですだって軸がないんだもん軸がない方がいろんなものに対応応用的にできますかできないでしょ軸ががああっっててのの応応用用ななんんでですす基本 基本がないのに応用的論点異なる個々の事象に対応しようっつったってそれは場当たり的な対応しかできないですよだからだから基本の部分としての一級の知識を固めるっていうのはそれだけ大事。ねでね僕一級の授業なんかでもよく言うんですけど、まあ、これは会計学の限らずそうかなとは思うんですがあのー、3級2級ってのはね割かし牧検定に関して言うとやっぱ知識を問う部分が多いんだよね。 まあ特に3級なんか本当に知識を問う部分が多いだから知っか知らないかなんですよ極端な言い方をすると3級の試験ってのは今でもまだねやり方をある程度覚えるだけでもどうにかなるんですねただそれが2級になってくると単純な知識ではなくて知恵知識と知識を組み合わせて応用転換しながら問題を解かなきゃいけないよっていうのは多少増えてくるんですねでその知恵の領域がまあ仮にですよ3級が10%ぐらい知識だけで対応できるのは90%だとしたときに2級になるとね 知で知識でターゲットできるのが70%ぐらいって感じかなあそれぐらいの割合になると思うんですよ。でこれが一級になってくるとまあ少なくとも知識半分知恵半分だから知恵を働かせて問題ななきゃいけないけ知恵というのは知識と知識を組み合わせて応用転化しその場その場で必要なことを自分で判断して問題を解くような能力、ね、これが求められるんですそれが一級の特性。 ってことはよこれ間違いなく現場で役に立つ決まあったでしょだってズムってそういうもんですから決まりきったものを四角紙面でこうなんですそれだけでやってる世の中回るんだったら楽ですよただ予期せぬ事象っていうのは皆さんだってお仕事やってる方は分かると思うけどいろんな分野いろんな仕事で出るでしょいっつも決まったことしかないそういうお仕事の方もまあねいらっしゃるはいらっしゃるかもしれないけど全く全部1年間同じことってことはないじゃないその場その場で臨時的に対応しなきゃいけない突発的に対応しなきゃいけないも出るじゃない。 そうでしょじゃあそれに対応するためには何ですか経験に基づく知識、えー、これを天から組み合わせることによって知恵を使って対応するこういうのはあいろんなお仕事でもやっぱあると思うんですよ。ね、でその時にやっぱり知識がしっかり固まってるからこそ知恵って働くんであって一級ってののはまさにねその能力を問うんですだからそういう意味でもかなり実践的になってくる。 で近年はね、あの収益認識基準っていうのをね、皆さんお聞きになったことあると思うんだけど、今の会計っていうのは僕らの時代からね、僕らが受験勉強をやった時代と違ってね、どん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 制度が変わります。どんどん制度変わる。世の中の流れに合わせて、じゃあこういう取引についてはこういう風に処理するにしましょうよ。ね、これを定めた会計ルール、会計基準って言うんだけど、これがね、もうどんどん変わる。 で近年大きい変更になったのは、まあ、皆さんの試験にも影響してますから収益認識に関する会計基準というのは動いた結果ね売上返品が生じた時の対応の仕方なんか昔と変わったんですよ。ね売上値引きの対応の仕方なんかも変わったりしてる。ね、でこういったところなんかも一級の試験というのはもう取り入れてるし実際に難易度が高めの問題なんかも出てます。でそういったものもの出してるということはやはりね最新のものをしっかり身につけることもやっぱり一級の勉強を通じてやることもできるでしょ。 いう話にもなるんだよねでこういう意味での利点というのは当然あるしで今後もね、まあ、どん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 新しい会計ルール、ね、大きいやつで言うとリースですね近年2級で、ねえー、2級の方にリース会計一部ですけど範囲として組まれただから皆さん2級の段階でリースの勉強やっていただいたと思うんだけどもあのリースなんかも、ね、もう近い将来会計ルール変わりますでやり方変わりますよ。でリースのルールが変わるとね世の中大きく影響します。 まあただそんなのは世の中の人たちは会計の世界での扱いが変わったから変わったんだなんて知らないです。知らないけど実は多多くの人たちのの人日常生活に多分に分影響してるものっていいいるるもっっぱいある、ね、例えば郊外のねちょっと地方の郊外であの高速道路のインターチェンジってあるじゃないインターチェンジのところって大体大きい通りになっててさその大きい通り沿いでこう食べ物屋さんがバーってできてるでしょチェーン店系の食べ物屋さんとかいっぱいあったりするじゃない。であのチェーン店家の建物屋さんが数年前 一気にバーンとねお店が変わったの時期的にあったんですよまあこれ場所にもよるかもしんないけど僕のね地元神奈川県の端っこの方、まあ、東名高速の大井松田っていうインターが近くではないけどまああるんですねでそこら辺ねやっぱりねチェーン店系のお店いくつか変わりましたよ変わったああ撤退してね一部の店が撤退してそこ居抜きみたいな形でまあね個人なのか何なのか分かんないけど新しいお店に変わったりしてます。 でそれってね、まあ、世の中で当然景気の問題もあるんですけども実はねこれ資産熟債務っていう会計基準の制定、ね、これが結構影響してたりする実は。で都心部だってファーストフード系のお店がね結構その会計基準資産熟債務っていう会計ルールの制定に伴ってねダダダダダお店畳みました。ああ結構あそこ入ってたのになんで潰れちゃったのかねいうのは結構あった。でね まあ意外と気づかないところで僕らの日常生活にも意外と影響を及ぼすの会計なんですよ。でリースなんかは絶対的にこれ影響でかいからね。影響でかいですよ。めちゃめちゃでかい。でこれが動き始めると極端な話あの賃貸物件の相場なんかにも影響する可能性あります。あります。えー、広い視点で言うとありえますよ。全然ありえる。 えー、これはビジネス用の物件だけじゃなくてまあビジネス用の物件が動くということは個人の賃貸物件だって影響を受ける可能性が出るんでちょっと地方部の郊外なんかはもしかしたらちょっと影響出るかもしれません、まあ、そういったね会計ルールっていうのはどん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 大きいものがこれからも改正がもう決まってますでそういった新しいものをどん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 勉強していただくことは皆さんできる、ね、まあリースに関しては皆さん方23年の1級に関しては範囲ではないので、えー、現行制度のものを掘り下げる。 2級で薄く見ていただいいててるる部分を掘り下げる形でで勉強していたただだくことはできますでただ、まあ、その新しいもの自体はまだ発表されてないんでただもう大枠は決まってるんで、えー、そういうふうに変更が入ることは決まってます。まあ、いずれにしてもそういうね新しい会計ルールを最新の会計ルールをー先行して勉強することができるっていうのはやっぱり1級の利点だったりはするわけで,で当然専門性の高い、ね、知識を習得することもできますから、まあ、勉強する時には決して楽なもんじゃないですよ。 これはもう言っときます。あの2級までの勉強と1級の勉強。同じスタンスでやってたらやっぱり受かんない。やっぱり1級は難関です。あの公的試験であって、国家資格ではないけども。あのちょっと変な言い方ですけどね。ちょっとやそっとの国家資格より1級難しいですからね。あのですから、あの検定だと思ってね。あの3 2級と同じスタンスで勉強をやるとやっぱり厳しいです。だって、そもそも1級の試験って競争試験ですからね。 全受受験者のだいたい10が受かるようで配点調整やってますいいでで配調整つっても、まあ、基本的には100点満点のうちの70点で合格なんですが70点を最初から超えてる人を落とすようなことはしません落とすようなことはしなくてゲタ履かせるんですよ。ね下ゲタ履かせるゲタ履かせることによって大体いい上位10%が合格者になるように調整してる。でこれ意味するとこ分かりますねえ。 それは1級の問題が基本的に初回の採点の段階で70超えないんです難しいからでじゃあここの部分ができてる方は加点しましょうみたいな形で調整することでだいたい合格率が10%前後になるように調整してます間違いないです間違いないでこの証拠は2つあってねまず1点は3,2級ってのは基本的に各地の商工会議所なんかで最低の権限があるから紙ベースの試験統一試験を受けた方々ね お別れだと思うけどあれ答案回収されるでしょ答案回収されるとね商工会議所単位で3,2級ってのは調整採点するんですね、紙ベースの答案はそうなので商工会議所単位で採点するからあれ調整のしようがないのよじゃあもうちょっと上位天板になるようにしようぜとかって調整できないの商工会議所単位で採点しちゃうからでも1級っていうのは日本商工会議所で採点します 各地の商工会議所に採点権限ないから、各地の商工会議所で一級の試験やったらば、答案を封印して、一級、あ、日商さんに送るんです。で、日商本部で採点してます。まずこれ一点。ね、証拠だよ、ね、論拠だよって言ってる一点と、ね、で、なおかつね、これはもう誰が見たってわかるんですけど。当然試験ですから、えらい難しい時と、えらい簡単な時って、まあ、えらい簡単つっ,ったら、ちょっと表現あるかもしれないけど。やっぱり解きやすい問題と、非常に難問だねっていう問題と当然あります。あるんですけど。 そういうね問題の難易度が違っても合格率ほとんど変わりません。ほとんど変わりません。だいたい10%前後。低くっても9パーとかで止まるんです。だからもう調整してなきゃそんなことありえないね。まあ皆さんもご承知の方多い,多いと思うんだけど、日級なんか昔ねちょっと前になると、まあまだ CBT が始まってなかった。ネット試験が始まってなかった時紙ベースしかなかった。その時にまあ新しい試験制度になってよ。すごい問題が出て全然みんなできないよと。 で2級って昔そういうのあったんですよ。でそれは何でっつったら採点調整ができないからですよ各地でやってるからだから商工会議所の単位で100人受けて100人とも70.5えれは合格率100%だけど100人受けて100人とも7 0点超えなかったらもう0%で終わらせるしかないんです。う、ね、ちの商工会議所0ゃ恥ずかしいから1人ぐらい受からせようぜとかってそういうのはできないですから当然それは駄目なんで。 でそんなことできないから2級とか3級っていうのはフラットに合格率出ちゃうただ1級っていうのはやっぱり競争試験ですから上位10%が入る優先程度の配点調整してますんでだから皆さん方はまあ当然まずはね自分との戦いですよやるべきことをしっかりこなすっていう意味での自分との戦いをこな勝っていかなきゃいけないけども将来的に試験を受ける時にやっぱり周りのことを考えないと周りのことね 全受験者の中で全上位10%に入るんだそのために何が必要かってことを考えながら勉強しなきゃいけなくなるだから本当にもう勉強のスタンスで言ったら僕が担当してる税理士験とかと変わりませんよ同じです税理士も競争試験ですからあーそれをやっぱり考えなきゃいけないでなおかつ1級なんていうのは基本的にやっぱり受験者すなわち合格率算定上の分母ですね分母を形成する方々が相当レベルが高いですほとんど勉強しないで1級の会場に来る人いません 行ったってしょうがないし、受験料高いし、まぐれで受かること百パーないから。ああ、だから、ほとんど勉強やってないけど、一級の会場行きましょう。とりあえず一回やりましょう。まあ、記念受験みたいな人は中にはいるのかもしれないけど、これは圧倒的少数です。もうね、試験会場来る人ってのは、ちゃんと勉強した人ばっかり。ね。で、皆さんみたいに、一級の勉強しっかり専念してやった方。であったりとか。ね。えー、あとはね、多いな公認会計士の受験生です。まあ。 ね一級受験生ってこの2代がね2代の階層っていうのかな2つのグループが分母を形成する大多数ですよ1級のためにしっかり勉強した人とあと公認会計士の受験生ねえまあ1級と会計士って親和性が強いんでねえそういう意味でも会計士の受験生いっぱい受けきますからまあそういう形になるでそういった試験の中で上位テンパー入んなきゃいけないんだから当然勉強は楽じゃありません僕は適当なことばっかり言ってねどうぞどうぞ役に立ちますからやってくださいなんて言うつもりはない あのそれなりにやっぱり厳しい勉強はちゃんとやらないと1級は受かんないだから3,2級と同じつもりではやっぱりいけません難関試験ですからあーそれを受けていただくためのものなんで当然勉強はしなきゃいけないで勉強はしなきゃいけないしなおかつね1回試験を受けてもどうしても周りの層が非常にレベルが高いのでしっかり頑張っていただいてもなかなか結果が出ない時って正直ありますだから難関なんですねだから評価が高いんです だそういった部分をサポートできるように私どもレっコの方ではですねあこれあくまでも年度単位で一級の講座というのを展開してますだからまあ端的に1年度の間に一級の試験って2回ありますから6月と11月でこれ1回1年度分の学費をお支払いいただければあ2回その年度の試験一級の試験2回ともご受験いただけるように講座というのは設定してありますすなわち1回ご聴講いただいてで皆さん方6月の試験を受けましたとで受けたけども まあ一生懸命頑張ったけどうまいこと回らなかったいい結果が出なかったでその時にこれまで私どもレックでもそうだし他校さんもそうなんですけどじゃあ次の11月向けどうすんのもう一回授業を聞きたいな自分の弱点を補いたいな考えた時にもう一回学費をお支払いいただかなきゃいけなかったただそれはやっぱり経済的負担が重いでそこで私どもレックはあ1年度分の講座受講料ということで設定をさせていただいてるんで6月の段階で残念な結果が出たとしても11月までは 11の試験に至るまではちゃんともう1回受ていただけるようになっていますだからそちらで弱点をカバーする自分の苦手なところをカバーするように勉強を進めていただけるようにしてますんで、まあ、そういった意味でもね、えー、皆さん方の勉強というものをバックアップできるように制度は組んであります。 ね、まあ是非ねそういったアバッカーシステムなんかをね、えー、うまく活用していただくことによって確実に一級の合格というのを手にしていただきたいなと思いますし、えー、皆さん方に合格していただけるようにですね私ども講師一同、まあ、今年度23年度に関しては私一級の商業物会計画これを基本で担当しますで工業記原価計算ご担当いただくのはね、あのー、今年は女性の先生寺内先生というね、まあ、非常にクレバーな あ話の上手なねあの先生話の上手なっつったらなんか聞こえ悪いですけどとても講義の上手なね、えー、聞きやすい授業をしてくださる先生とその先生と2人でね、えー、一挙の講義っていうのは担当させていただくで受験経験者向けの要点だけを確認するっていう講義も設定してありますだこれは復習時とか再確認とかそういった時に使っていただければいいんですがそれはねあの吉澤先生という超ベテランの先生 えー、こちらの先生にご担当いただく形になりますんで、まあ、講師3名でね、えー、皆さん方が合格していただけるように最大限のバックアップをしていくということを念頭にいながら講義展開をしていきますんで、まあ、詳細はねこのパンフレットなんかを是非ご一読ください。で不明点などがあればそこはどんどんご遠慮なさらずに私もレックのスタッフの方にお問い合わせをいただいてですね、えー、ご確認をいただいて納得いただいた上でね一級の講義の方をご参加いただいて。 で始めていただいたからにはですね、皆さんに確実に合格していただけるように、僕らも最大限努力はしますんでね、ぜひ前向きに、えー、一級の講座というものをご検討いただければというふうに思います。はい、ちょっと長くなりましたけどね、まあ、ぼちぼち時間でございますんで、本日のミニガイダンス、えー、こちら終わりになります。えー、少々長くなりましたが、あ今回お使いいただきまして、ありがとうございました。まあ、講義の方でね、えー、お会いできることを楽しみにしておりますんで、ぜひ前向きにご検討ください。えー、以上でございます。ありがとうございました。